1944年のビルマ航路とレド、航路東南アジアにおける連合国の連絡線。ビルマ航路は右端に示されている。ビルマ航路はビルマと中華民国とをつなぐ幹線道路のことである。その終着点は雲南省の昆明とビルマのラシオである。ビルマのイギリス植民地時代に建設された。 道路は総延長717マイルで険しい山岳地帯を貫いて伸びている。昆明からビルマ国境までの区間は20万人の中国人、労働者によって1937年の日中戦争時に国民政府交通部の長宗安市の主導で建設され1938年に完成した。この航路は第二次世界大戦において イギリスが日本との海戦以前に中国へ軍事物資を輸送するための役割を持っていた。補給物資はラングーンで陸揚げされ、鉄道によってビルマ側の始発点であるラシオへ輸送された。1942年に日本軍によりビルマを占領された後、連合国は小海石と国民政府軍への補給に空路による輸送を余儀なくされた。補給物資は インドアッサム州の飛行場からヒマラヤ山脈の東端を越えて空輸された。アメリカ合衆国の主張とイギリスの戦時指導者、ウィンストン・チャーチルの非常な無念から、イギリス軍は対日戦の主要な目標として、ビルマの奪還と中国との陸路脱という任務を与えられた。イギリス式のもと、インド、イギリス、中国、アメリカ軍はアッサムへの侵攻を企てる日本軍を打ち破り、 北部ビルマを奪還した。連合軍はこの地域でアッサム州レドカラミートキーナを経由し、旧ビルマ航路へ接続して中国雲南省マチチンへ向かう新ルートレド航路を建設した。この道路を通った最初のトラックが中国国境に到着したのは1945年1月28日であった。女子が手持ちの工具で ビルマコー建設を行っている。ビルマコートレードコービルマロード、ブリタニカオンラインエンサイクロペディア、ハット・ウィンストン・チャーチル、ザ・セカンド・ワールド・ウォー、V6、チャップ11、ありがとうございます。